日本鹿児島県薩摩仙台市下古式町手打ち、下古式町手打ちは、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国古式島郡古式島号、手打ち村、古式島郡下古式村、大技手打ち、薩摩郡下古式村、大技手打ち。郵便番号は896-1601。人口は665人、世帯数は358世帯。 古式島列島の下古式島の最南端に位置しており、地域の南部の手打ち湾は天然の良港として知られ、江戸時代には古式島里の地頭の館である地頭刈り屋が置かれていた。2004年の市町村合併までは下古式村の村役場が置かれ村の中心地であった。薩摩半島の西部に浮かぶ古式島列島南部の下古式島の南部に位置している。 阿佐イの北方には、下越町青瀬、下越町、片野浦が接しており、他方には東、品海が広がっている。阿佐イの南部には、手打ち湾が広がり、湾頭には数列に2キロメートルほどの砂丘が並んでいる。また、小砂丘場からは、弥生時代のものと見られる遺跡が見つかっており、その周辺に、現在も集落が多く所在している。 手打ち湾の沖合の地下からは海洋深層水が取水されており、古式海洋深層水株式会社によって販売が行われている。江戸時代に古式島里の地頭カリアが小砂球場に置かれ、地頭修カリアを中心として、麓が形成されている。明治時代の町村政施行以降は、下古式村の役場や診療所、歴史民族資料館が置かれ、村の拠点となっていた。 手打ちには、自治公民館が港、ふもと、本町の3カ所設置されている。手打ちという地名は、原平合戦に敗れた、平家の落ちうがこの地に流れ着いた際に、ここは、良いところだと言い,い出を打ったという伝説に由来している。2015年3月16日に、古式島列島の区域を対象とした、国定公園として、古式島国定公園が指定された。 手打ちの区域においては、東部と西部の一部が、国定公園の区域に含まれており、2015年3月16日の、鹿児島県国時、古式島国定公園区域内における、特別地域の指定により一部が特別地域に、古式島国定公園区域の海域内における、海域公園地区の指定によって、手打ちの海域が、下古式島西海岸海域公園地区にそれぞれ、 指定された。国土地理ン地図。国土地理ン地図。陸系した浜辺や海象上,上の小岩、無名の岩を除く。手打ちでは、弥生式土器や人骨が発掘されており、大原、宮園遺跡では、弥生時代中期前半以降の遺物が出土しており、成川式土器や、それに関連する墓などが発掘されている。手打ち湾沿岸には、 手打ち貝塚と呼ばれる貝塚が出土しており、弥生時代終末期から古墳時代にかけてのものである。本土の土器が発掘されており、本土の弥生文化の影響を受けているものの、地域色の濃い河原家も発掘されている。手打ちという地名は、江戸時代より見え、薩摩国古式島郡古式島里のうちであった。村高は、三州五地西洋欄では七十三国余り。 急行給料取調べ庁では933国余りであった。井上忠敬が表した九州東海辺宴会村順によると現在の手打ちの区域には手打ち村172個、下古式村28個、浜の市裏219個があったと記載されている。古式島里の地頭の館である地頭狩リは号内に3カ所設置されていたがそのうちの一つが 手打ち村に置かれていた。また、現在の手打ち港の南にある、津港尾には、遠見番所及び津口番所が設置されていたほか、西部には、薩摩藩の直営の牧場である、下古式山木が置かれていた。江戸時代には、鎖国が行われていたが、ポルトガル人やインド人などが、キリスト教の布教を目的に来日すると上に、小串海岸に漂着し、現在では、 南蛮洞窟と呼ばれる洞窟に暮らしていたといい、後に村人に発見され長崎送りとなっている。明治時代になると手打ちに小学校や警察署の文書が置かれた。1884年には、下古式島の長浜村、青瀬村、肩の裏村、瀬瀬の裏村、イムタ村、手打村を管轄する古町役場が手打ち村に設置された。 1889年に町村制が施行されたのに伴い、下古式島にあった、下古式島にある、手内村、片野浦村、瀬、野浦村、青瀬村、長浜村、イムタ村の6村が合併し、下古式村が発足。それまでの手内村の区域は、下古式村の大技、手ちとなった。また、村役場は手ちに置かれた。 翌年の八百九十年二月五日には、下古式村の条例、下古式村区会条例によって、町村制、第六十四条及び、第百十四条に基づく区である、第一区が、大技手打ち1円を区域として設置された。九百十七年には、村区が改正され、第一区はふもと1円の自故を築いてに改められ、浜区が、自主垣伊党の浜の区域に、 在区が、在の区域に設置された。2004年10月12日に、下古式村が、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、鹿島村、上古式村、里村と新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、法定合併協議会において、大あざなについては、従前の存名を町明とし、 これを、従前の大技名冠したものをもって、大技とすると協定され、旧村名である、下古式村の村を町に置き換え、従前の大技名である手打ちに関することとなった。合併当日の10月12日に、鹿児島県の国示である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この国寺の規定に基づき即日名称の変更が、行われ、大技名が、 手打ちから、薩摩仙台市の大技、下越町手打ちに解消された。薩摩仙台市が指定している文化財は以下の通りである。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。下越町手打ちには、薩摩仙台市立手打ち小学校、 薩摩仙台市立海洋中学校が設置されている。手打ちには高等学校が設置されておらず、また、古式島列島内にも全日制高校や通信制高校の学習センターは設置されていない。古式島列島内の高校受験生は、学区の制約なく県内のすべての県立高校へ進学できるため、中学校卒業生の多くは九州本土などに転出して、 当該の高校に進学する。1947年に下古式村立定内中学校が設置され、1980年に下古式村立海洋中学校となった。海洋中学校は2021年3月31日をもって休校となり、海洋中学校の通学区域の生徒は、下古式町青瀬にある薩摩仙台市立海星中学校に通学する。 明治元年頃に手打ち学館と呼ばれるオカリアに置かれた学校が開設され、1892年に学校令により尋常小学校となり、1901年に高等科が設置された。1941年に国民学校令が施行され、手打ち国民学校となり、第二次世界大戦終戦後の1947年に手打ち小学校となった。 1970年に手打ち王子学級として設置され、1978年に下古式村立手打ち小学校付属幼稚園として設立された。2015年に閉園している。私立小中学校の学区は以下の通りである。1972年に鹿児島県道349号手打ち、イムタ高線の青瀬から、 手打ちまでの区間が開通し、1982年には、信号機が手打ち発出所に設置された。道路バス、里町里の里港から手打ち、手打ちから下越旗町、片野浦までを結ぶコミュニティバスである、古式化の小遊利バスが運行されている。手打ちの区域にあるバス停は2020年現在以下の通りとなっている。 公安施設、東大施設手打ちに設置されているお袋参加費。ありがとうございます。